株式会社海洋堂は鉄道、ミリタリーフィギュア、触玩等の各種模型を制作する会社である。本社所在地は大阪府門真市。模型業界では高い造形技術と型破りな経営で有名な企業である。造形物の成功さや造形センスは世界屈指の水準を誇る。映画ジュラシックパークのスタッフは海洋堂の恐竜モデルを コンピュータグラフィックス制作の資料にした、と創業者の宮脇治は公言し、海洋堂が制作した、実際に映画で使われた恐竜の足の部分等が海洋堂のフィギュアの美術館に展示してある。自然史分野で世界最大規模を誇るアメリカ自然史博物館からも展示品の制作依頼が来る。ガメラなどの映画制作にも協力している。日本国内では、 チョコエッグをヒットさせて、以来知名度が上がり、今や一つのブランドとなっている。突出した知名度から造形制作、海洋堂の名前を冠すれば、商品の売れ行きが上がる。販売されるフィギュアの原型制作者名が記されたことは、皆無と言ってよかったが、作家性をセールスポイントとして大きく歌っている商品が多数存在する。世界最大級の ガレージキット展示即売を中心とした総合造形行事ワンダーフェスティバルの主催を手掛けアマチュア造形の振興に寄与している2005年には株式会社流遊館によってフィギュアの美術館である海洋堂フィギュアミュージアム黒兵器が滋賀県長浜市に設立された2011年7月9日高知県四万都町に廃校舎を再利用したホビー博物館 海洋道ホビー館シマントが開館。2020年6月23日、投資ファンドの MSD 企業投資と資本業務提携を締結したと発表。これにより、これまで通りの海洋道の造形技術や信念を維持しつつ、MSD が持つ資本や知見、ネットワークを活かし、国内外でのさらなる事業展開や既存事業の進化が図れるとしている。宮脇治出身が、 大阪府森口市戸井駅前で経営していた菓子本屋を1964年4月1日に改装して開いた一つご飯の模型店が始まりである。宮脇の性格から常に変わったことをする店であり、近所の子供たちがいつもたむろしていた。例えば子供たちが戦艦のプラモデルをお風呂に浮かべても狭くてすぐに風呂の縁にぶつかってしまう。 でも川に浮かべると流れていって帰ってこないと不満を言えば、店内の3分の2を使ってプールを作り自由に遊ばせた。冬はプールに蓋をして、その上にジオラマを作りリモコン戦車を走らせた。ただ模型を売るだけではなく、近所の集会所を借りて模型教室や展示会を開いた。スロットレーシングが流行していた頃、 廃業した工場を借りて大きなレース場を作った。レース場は夜遅くまで青年たちが集まり収益は上々であった。大手プラモデル会社今井科学が経営危機に陥った際社長自ら宮秋治に相談を持ちかけてきた。宮脇はローマの軍船のプラモデルを提案し販売にあたってのノウハウを伝えた。忠実に商品化されたローマの軍船は ヒットしたが、その後海洋道と今井科学は喧嘩分かれしてしまう。結局、一線のアイデア量も受け取らず、アイデアとノウハウだけ持っていかれる形になってしまった。スロットレーシング場として借りていたボーリング場が改装されることになったため、大体に隣の200坪の倉庫を新たに借り、180メートルに及ぶ長大なレーシングコースを作った。しかし、 新しいレーシングコースが完成した頃には、近隣に同様のレース場が数件存在しており、客足が戻ることはなかった。その上180メートルのレーシングコースは大きすぎた。そもそも15センチ足らずの大きさのスロットレーシングカーは遠くに走って行ってしまうと見えなくなり、勘で操作しなければならなかった。さらに学校や PTA がスロットレーシングは不良の遊びであり、 飛行の元凶と反対し始めたため、スロットレーシングそのものが衰退していった。200坪もの倉庫は賃貸量も高く、資金繰りは次第に悪化し、借金で借金を返すことを繰り返すようになった。さらに金策に駆けずり回っていたおさむ夫人が病に倒れてしまう。ほどなく夫人の病は治癒したものの、十分に養生する間もなく、再び金策に駆けずり回った。 スロットレーシングがすっかり下火となった頃、再び宮脇治の突飛な発想が顔を出した。この倉庫を世界中の模型を集めたホビー館にしよう。日本一大きな模型屋にしてやろうというのである。200坪もの面積を模型で埋め尽くすのは並大抵のことではなく、店に並べる商品は徐々にしか増えなかった。売り上げのほとんどは在庫の仕入れに消えてしまい。 相変わらずの借金地獄が続いた。そんな海洋堂を救ったのは模型ではなくアーケードゲームだった。ギャラクシアンなどのアーケードゲーム機を空いた場所の梅草に店内にいくつも並べてみたところ子供たちがゲーム目当てに大勢来るようになったのである。抱えていた大きな借金はみるみる減っていった。これには宮脇の息子であり当時すでに店のほとんどを任され、 若旦那、兄ちゃんと呼ばれていた、宮脇周一も、こんな簡単になんとかなるとは思わなかったと、十回している。当時の海洋堂は、模型好きの溜まり場ともなっており、模型を買いもしないのにふらふらと毎日店に来る青年たちがいた。彼らの中には後に有名造形師となる人もいたが、当時は単なる常連たちであった。彼らを、宮脇は心よく、店に招き入れ、 食事をご馳走することもあった。彼らもただ集っていただけではなく、店の手伝いを無償でやったりしていた。宮脇不死と彼らは不思議な関係を築いていた。この状況が海洋堂に高い技術を持った造形師たちが集まる礎となったと言えるだろう。80年代初頭アニメ特撮ファン会が空前の盛り上がりを見せた。雑誌 宇宙船の1コーナーが火種となり、メーカーが商品化しないなら自分で作ろう。メーカー製のものは元のキャラクターと全然似ていない。自分ならもっと出来のいいものが作れるとマニアたちの間で、メーカー製の模型を戦って、組み立てるのではなく、1から自分で作り起こしてしまうことが流行し始めた。大抵は自分で作り上げた時点で満足し、完結してしまうが、 宮脇夫子や海洋堂に集まるモデラーたちは、なんとか、これを複製する方法はないかと考えていた。当時でもバキュームフォームキットという、簡易な成形、複製技術で作られた模型は存在し、マニアの間で知られていたが、組み立てに相当な技量を要し、原型の再現度も低いものであった。ある日、常連モデラーの一人、川口哲也が、モスラの幼虫のキットを持って、 海洋道にやってきた。川口の本職は、鹿木講師であり、入れ歯や陰霊を作る技術を応用した方法で、自作のモスラの幼虫を複製したものを持ってきたので、ある。宮明たちは大いに驚いた。この方法を使えば、プラモデルの生産に用いられる金型による、射出成形よりも大幅に安価な初期投資で、かつ緻密で、リアルな表現が可能になるからである。 様々な試行錯誤と各地のモデラーたちとの情報交換の末、シリコーンゴムで型を取り、それに無発泡ポリウレタンを流し込んで複製する手法が確立され、いつしかガレージキットと呼ばれるようになった。以降、海洋堂は自分たちが欲しい、作りたい、と思っていたものを作っては、店の会員向けに販売するようになった。そんな海洋堂に、当時同じくガレージキットを制作。 販売していたゼネラルプロダクツ代表、岡田敏夫が現れる。商売的の店に乗り込み、自信たっぷりに持論を語る岡田に、負けん気強い宮脇夫子や海洋堂のモデラーたちは対抗意識を燃やすようになった。これがゼネラルプロダクツとのライバル関係の始まりであった。ゼネラルプロダクツは半券を取って商品を売ることを始めていた。パッケージに残り、 商品らしい体材を整えていた。ゼネラルプロダクツのガレージキットをきちんとした商品、ビジネスとして世に問おうとする姿勢の現れであった。これは海洋堂にとって刺激となった。海洋堂にとってガレージキットの売り上げ数など200売れたらヒットという程度のものであり、パッケージに凝るなど全くの無駄、煩雑な手続きを踏んで半券を取って売るなどという考えなどなかった。 しかし、半権を取得することは、ガレージキットに市民権を得させ、より多く販売する上で不可欠であると認識するようになり、海洋堂も半権を取った上で商品を売り始めたのである。ユーザーの間では、製品の質はゼネラルプロダクツより海洋堂の方が高いとされ、後にゼネラルプロダクツは、ガレージキットから撤退、アニメ、ゲームソフト制作会社に転向した。 ガレージキット勝負では海洋堂が勝ったと言えるかもしれない。1992年にガレージキット最大の祭典であるワンダーフェスティバルの主催をゼネラルプロダクツから引き継ぎ、業界の主導的役割を担っていくことになった。90年代半ばを過ぎると、ガレージキット業界も会社が増え、とりあえず売れそうなものを出すといった状態が続き、マンネリ気味となってきた。 海洋堂も株式会社となり、製品の質こそ保っていたものの、経営上、過去のように作りたいものを好き勝手に作っていればいいというわけにはいかなくなっていた。その状況を打破するきっかけは、アメリカの漫画作家であるトッド・マック・ファーレンが自ら、玩ング会社を起こして制作した自身の作品、スポーンのアクションフィギュアであった。 それまでのいかにもガン然ゼンとしたものとは一線を画する出来の良さであったため、海洋堂は新たな衝撃を受けた。海洋堂としては、原型の段階でそのレベルのものを作ることはわけなかったが、問題はこのフィギュアがシリコンゴム型による製法ではなく、マスプロ製品ではごくありきたりな金型による射出成形で作られたものであるということだった。 金型を用いれば大量生産は可能となるが、どうしても再現度が落ちてしまう。それにもかかわらず、硬質、軟質の素材を巧みに使い分け、塗装にも模型の方法論を持ち込んだスポーンのアクションフィギュアは出来が良かった。スポーンは日本でもヒットし、アクションフィギュアブームの立役者となった。これは海洋道の投資に火をつけた。 金型製作には巨額の初期投資を要すため、海洋堂の企業規模では無理だろうと諦めかけていた。しかし、中国で生産すれば、日本国内で金型を起こし生産するのとは、比べ物にならない、低費用でできることが判明する。そして、これが、合インになった。海洋堂は、こんなうちの水準をわざわざ下げたものを真面目に作るのは、気が引ける。 あくまでもシャレでやるんだというスタンスで動き始めた。商品化キャラクターは、スポーンと同じく暴力者、しかもメジャー作品で海洋動画レイジキット前世紀のヒットシリーズでもあり、一種のバカバカしささ,さえ持ち合わせている北斗の剣が選ばれた。この海洋動渾身のアクションフィギュアの流通を手掛けたのは誰あろう当時、スポーンの壮大利点であったレッツであった。 このため、海洋堂のアクションフィギュアは、レッツの流通ルートに乗り、スポーン同様、全国に芝叩く間に展開していくことになる。また、2000年頃に、ウェブ制作会社の IT アップと共同で直販サイト、海洋堂公式オンラインショップ KMS も立ち上げている。海洋堂にとって、海外生産は、全く未経験の分野であったために、大変な苦労を強いられた。 中国での製造は最初の段階である金型製作から問題が発生した。工場では海洋堂が持ち込んだ原型を見ながら大きさを2倍にした原型を別に作り起こし、それを元に金型を作ってしまうなど考えられないことがたびたび起きた。何回も中国の工場に足を運び、ほとんど言い争いに近い指導と交渉や徹底した金型のリテイクを行い、 ようやく、OK を出せるものが仕上がってくるようになった。その甲斐あって、海洋堂発のアクションフィギュア、北斗の剣シリーズは大ヒットする。そのヒットぶりに、やっとメーカーになれましたねと、業界関係者から言われる始末だった。しかし、海洋堂としては、不満が残った。海洋堂にしかできない、海洋堂でないとできない、独自のものが欠けていたからである。 北斗の拳以外にもアクションフィギュアのラインナップを増やしつつあった頃、造形師の山口勝久が新たなコンセプトのアクションフィギュアを発案する。それはアニメ新世紀エヴァンゲリオンに登場するエヴァンゲリオン初号機のアクションフィギュアであったが、可動部分の角度や位置が作品中の印象的なポーズから逆算的に決められており、 それと共に可動箇所も必要最小限に抑えられていた。いろいろなポーズを取らせたいなら、可動部分、範囲を増やせば増やすほどいいではないかと思われがちだが、実際にはむやみやたらと増やしてみても、ポーズが決まる位置、角度に腕や足が来ることは、ほとんどなく、アニメには絵的な嘘が含まれることもあるため、可動箇所が増えたところで、実際にそのようなポーズを取るのは、 不可能な場合も存在する。しかし山口はポーズの肝となる部分、範囲だけを見抜いて稼働させ、それ以外はあえて切り捨てるという手法により、ファンに受けるポーズをいくつも取れるという画期的なものを生み出した。まずは触って動かしてみてくれと発売前に試作品を手当たり次第小売店に配布した。すぐに大量の注文が舞い込み、商品は大ヒット。 その後、山口式稼働と呼ばれ、同様の稼働コンセプトを組み込んだ商品をいくつも発売することになった。タカラトミー WTM101-144 スケールパンタジー後期型 SD メモリーカードと大きさを比較している売り上げもそれなりのレベルを維持していた海洋堂だったが、ガレージキットが主力商品であった頃から、あるキャラクターが売れてくる。さらに言えば、 海洋道が市場を作り出すと、半券を海洋道が取得していたにもかかわらず、さらに大規模な商業展開をできる大手企業に奪われ独占されてしまう、という事態が幾度となく発生していた。そのような業界大手の応募、理不尽さに何度も、新産を舐めさせられてきた海洋道は、既存キャラクターや半券による利益に依存しない、方向性を模索する様になってゆく。 決定だと言える方策がなかなか打ち出せない日々を送っていたとき、同じ大阪の貸し会社、古田製菓から仕事の依頼が来た。もともとは、ポケットモンスターのおまけの造形がうまくいかず、なんとかならないかという話だったが、工場を見学した宮脇修一がなんとはなしにチョコエッグを試しに持ち帰ってきたことにより話は変わってきた。宮脇修一は、チョコエッグのおまけは、 今のところ大したものではなく、これを海洋堂が作ることでもっと良いものができると思いついたのである。アクションフィギュアでノウハウを蓄積した中国の工場も使える。その話を古田製菓に持ちかけたところ合意に達した。古田製菓は古い体質の会社だったが、チョコエッグという商品自体は古田製菓の常務取締役。 古田とヨヒコがほぼ全権を握っていたので話は円滑に進み、動物というノンキャラクターのおまけフィギュアをつけて売り出すことになった。造形担当は松村忍。彼の作る恐竜はニューヨーク自然史博物館からも展示物の制作依頼が来るほどのものであり、自然史分野においては海洋道一の腕を持つ造形史である。結果は大成功した。 他社の人気キャラクターのおまけ付き商品を抑え、圧倒的な売り上げを記録した。本来の狙いである子供はもとより、おまけの完成度の高さに感心した大人までがこぞって買い始めた。加えて、第2弾途中から土の子がシークレットで入っているということが、口コミで広がり、ジョコエッグファンの収集欲を刺激し、人気に白車がかかり、2001年には大流行商品となった。 以降、食玩におけるシークレットアイテムの存在は一般的なものになっていった。その一方で、古田製菓は社員が発売前のフィギュアをインターネットオークションに流通させる不祥事を起こした。また、海洋堂になん相談することなく、チョコエッグのラインナップに既存のキャラクターものを加えたり、海洋堂を通して原型提供を受けていた。 造形師に直接接触を取るなどの配信行為を繰り返し、海洋堂との信頼関係を損ねた。その後、古田聖華は、経営陣が、内紛状態となり、分裂してしまったため、海洋堂は、チョコエッグ、ひいては古田聖華と縁を切ることとなる。さらには後に、古田聖華の生産数量虚偽報告が発覚し、訴訟に発展した。第一審では、 海洋道のほぼ全面勝訴と言える判決が出たが、古田側は控訴。高訴審で判決は覆らず古田側の敗訴が確定した。チョコエッグとの決別は海洋道にとっても痛恨の極みと言える選択であったが、製品の質が維持できないならきっぱりやめてしまう海洋道らしさが出た一面でもあった。その後は大手玩具企業、宝ミーからチョコエッグの続きとして、 チョコ Q を継続発売し、おまけの元祖、江崎グリコ、金沢の菓子会社、北陸製菓など数多くの企業から食玩を出し、ヒットさせている。このチョコエッグの大ブームは、海洋堂自身にも大ブームを引き起こした。その結果、一時は食玩とガレージキットの業界における話題性において独占的な状態となり、海洋堂デザインというだけでも、 大きなセールスポイントとなったため、この時期、菓子業界、玩具業界において、新製品はもとより、既存商品の新展開などであっても、デザインに、海洋道を起用し、また海洋道デザインのものに切り替えるメーカーが、相次いだ。結果として、食玩、ガレージキット産業の市場拡大の主役になると、同時に、従来は、多くの小規模企業や個人商店などが並び、競っていた。 この業界に、淘汰と変革の波さえ起こすことになった。現在は、食玩政作を修行として続けながらも、ブームの沈静化を受けて、食玩の次を模索している状況である。他方、現在のガレージキット業界のメインストリームである、塗装済み完成品美少女フィギュアには、完全に乗り損ねた感があり、山口式稼働をベースにした、新機構。 リボルバージョイントを導入した低価格アクションフィギュア商品リボルテックシリーズに注力している。この過程で仏像のアクションフィギュア化という珍しい参入も果たす。作るものは夜空にきらめく星の数ほど無限にある海洋堂物語 P285 ホビー環境オープン読売新聞 httpww. 読売 COJP e ジャパン、n コチニュース ,2011708 イート 8t0g158 htm 2011年7月10日閲覧。海洋動画投資ファンド MSD と、資本提携さらなる飛躍に期待 kai-wa-you.net 2020年6月23日 h t t p s k a i y o d o c o j p r e v o l t e c h スラッシュおまけ .html ありがとうございます。